ターネットの皆さん、こんばんは。ひでたかでございます。ちょっと今日は紹介したいニュースがあったので動画を作りました。いや、じゃあお前さ、 YouTube ライブやれよって話かと思うんですけど、今日はつべライブをやらないのでこのような形になりました。今さ、塩ミクロンくんがやばくて、新規助っ人の入国のめどが全然立ってないような状況じゃないですか。そんな中ですね、読売ジャイアンツはですね、新規助っ人を対象に米国内でミニキャンプを開催する模様です。新規助っ人はコロスケの水際対策強化に伴って来日の見通しが立ってない現状を踏まえてですね、その新規の参戦手をアメリカのアリゾナ州トゥーソン市内のキーノスポーツコンプレックストゥーソンに集めてですね、合同で練習するとのことです。で、時期は2月14日にみんな集まって、そんで15日から27日まで、まああれです、2月いっぱいやんのかな、やるみたいです。コーディネーターとして2006年に巨人に所属して、現在は行かれ OB スカウトを務めるジョージ・アリアスが加わって練習補助員の手配やサポートなどを務めるとのことです。日本からも球団スタッフ2名を派遣して練習量の管理や首脳陣への状態報告など随時行う方針とのことです。これめっちゃ良くない？これは多分今も入国の目は立ってないのって巨人だけじゃないじゃないですか。それこそ我が東京ヤクルトスワローズもそうですし、12球団全部この取り組み真似した方がええんとちゃうかと思いました。で、あとはアメリカにいる在米スカウトをうまく活用してるっていう点もいいですよね。ヤクルトだったらバーネットとかにさ、ちょっと新しく入る助っ人たちのさ、練習のサポートしてやってくんねえかって頼んだりすることによって、彼らがより良い状態で来日できるように手伝ってもらうっていうのは胸熱じゃない。バーネットがやってくれたら俺感動しちゃうけどさ。で、あと見てて思ったのは、まあ、今回はこれ巨人がミニキャンプをやるじゃないですか。他球団も一緒にやってもいいんじゃないかなと思ったんですよ。やっぱりその方がさ、人数が増えてより実践的な練習ができるじゃないかと思ったんだよね。まああれか、来日前に癖とかバレちゃうとかそういう不安があるだろうから、そうだな、例えばヤクルトとライオンズの助っ人が一緒にさ練習やるとかどうかな。セリーグとパリーグでさ、別々の球団同士だったらさ、まあ、そこまでがっつりデータ見られてもさ、ダメージは少ないんじゃないかなとは思いましたね。ヤクルトとライオンズとかさ、あとは巨人とファイターズとか、他にはオリックスの新規助っ人とベイスターズの新しい助っ人が一緒にやるとかさ、なんかね、そうやって手と手を取り合ってやった方がいいんじゃないかなと思ってます。去年も新規の助っ人は入国してきてですね、ほぼほぼぶっつけ本番で野球やる羽目になりましたからね。そこを反省する意味も込めてかな。で、あとはで、ちょっとやっぱり巨人すごいなと思いましたね。やっぱり新しいこういう取り組みを率先して行うっていうことによって、まあ、他球団のもあ、なるほど、巨人がそういうことやるんだったらじゃあうちも真似してみようみたいな流れが作れますしね。今回の取り組みは本当に12球団参考にするべき素晴らしい取り組みなんじゃないかなと思いました。まあ、てなわけで、ちょっとスワローズの偉い人よ、AJ コールとかしばらく来れねえからさ、どうだろうか、他球団の、まあ、ライオンズあたりの助っ人と一緒に合同でミニキャンプやるとかそういうのを検討してください。ほんで、まあ、あとアメリカにいる球団 OB スカートバネキたちよになんかこういう助っ人たちが来日するサポートをするみたいな任を与えてほしいと思いました。そうそう、最近ですね、 YouTube ライブやる用のなんかキービジを作ってもらったんですよ。今多分ここ画面出てるかな。なんかこんな感じのキービジとかをヒレタカ君に作ってもいいよって思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ DM などにご連絡ください。で、またあと最近 YouTube ライブでよくいろんな企画やってるんですよ。例えば目を覚ませ、今年こそブレイクしてほしいひいきの球団の選手は誰みたいなのをやっててですね、
何か面白い企画のアイデアがあったら、YouTube のコメント、僕の Twitter へのリプライもしくは DM などでご連絡いただけると嬉しいです。ほなお付き合いいただきありがとうございました。じゃあまたね。